動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。カノン革命が幕を開け、パルナスターが完成してから、数々のミッションが姿を見せるようになりました。ベネクレア王国の復興をはじめ、忍び星の帰還、英王の鮎の抹消など、その種類は数多く見られます。スターフルーツが発足、始動してから、新たに登場したミッションもあれば、過去の攻略から続いているミッションまで、幅広くなっております。それぞれのミッションを達成した後に、何が待ち受けてるかが注目されます。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。スターフルーツが始まってパルナスターが実現した。さすがにこれだけで満足するようなメンツじゃないのが赤だぐいなんだが、いつの間にかカノン革命が1年経つタイミングでそれぞれのミッションができてたんだな。近鉄の次世代一般車が来るまでカノン革命は終わらないと言っておったゼロー。これを見る限りそれぞれのミッションを完了させて、さらに待ち受けるスーパーミッションも終わらせてからやろうな。スーパーミッション内容はどんなものなのか分かってる？今の段階でスーパーミッションの内容はすでに明らかになっとるで、他のゲーム関係などとは違うみたいなもんやあらへんで、成熟した展開からの内容やからやな。そのスーパーミッションの中身は音の木クラブ計画、早い話ピエロが黒歴史としとる魔女っ子クラブの現代版やで。その構造は噂には聞いてたんだが、肝心の音の木が京都の花札屋に来ないからお蔵入りかと思ったぜ。ですが過去の収録で太鼓のゲームを通じてやってきたと聞いておりますので、じゃから再び音の木クラブ計画が出てきたのじゃ。まあ音の木クラブ計画がスーパーミッションであることは大体想像についておったのじゃがな。そのスーパーミッションの過程で大変なことになるという妙な話もあるみたい。そいつは多分作者や塗装師者の件やと思うで、あのメンツはいろいろとセンシティブやから慎重に動かんとヤバい話やしな。作者や塗装師者が全ての黒幕ってそんなオチになるとは到底思えないんだがな。だとしてもイメージ会だけでことが済む話だろう。向こうで管理してるんだしよ。それもそうやけど、レガールに参加してる事業からだとして、鉄道界隈やとサステナ車両の保有が義務付けられとるしな。てかそれがかえってレガールの混乱を招いとるようにしか思われへんのやな。ましてや月鉄とかやとサステナ車両がおらんのが正常みたいなもんやし。いやどこかの
のタイミングでレガールから抜けたらいいんじゃない。スターフルーツボールツ陣営はシュガーミントの太鼓馬として機能するんだし、利用者からの声ではサステナ車両の評判は木の宮製を除いて好ましいものではないようです。レガールもレガールで大概な問題点を抱えとるしな。てかボールツ陣営が仕切ることによる目的の一つに鉄道界隈でとサステナ車両の保有を義務付けられていることを撤廃することがあるわけやしな。もしそれが実現したらわざわざサステナ車両を保有することもなくなるわけで、施設サイドの年数が全てこっちのバトラーで揃うわけやで。レガールも良くも悪くも厄介な状況を抱えておりますね。レガールはキャラクター市場の損傷やからな。各業界もいかなる方法でキャラクターの活用が義務付けられとるんや。鉄道関係やトラッピング車両とかでアピールするんが理想法やけど、条例に引っかかったり阪急のようにイメージ規定がきついところもあるしな。まあ阪急は俺の観点やとバトラーで例えたら完璧主義ってところやろうけど。阪急が完璧主義だって、スタートはそのように見えてるのね。近鉄と阪神は方向幕を合わせて変えてへんかったけど、阪急は早急に変えおったしな。神戸さんのみや大阪梅が京都から離とる。こちら側はダイヤ変更に合わせて方向膜を整備するという傾向が目立つな。それよりもスーパーミッションは音の木クラブとアツト創始者の2つになるのか。大きく分けるとそうなるわな。アツト創始者も謎が多いからな。そうそう、アツト創始者は神田神社に長いこと隠居してたことから関東のカラーが濃いちゅうことで、話し方も老人ごとしとるで。関西と関東が混じりまくっててよくわからないね。大丈夫だ、関東のカラーが染みついとるから。正直のところ音の木クラブがどういう展開になるんかはやってみなきゃわからへん。魔女っ子クラブの二の前になるんか、全く別の状況になるんか、それも不明やで。まだ決まってへんことやし、どうしようもあらへん話なんやけどな。まあ今の段階でスーパーミッションが分かっただけでも心の余裕がものすごく出てくるしな。アツト創始者の件はスターアットたちに任せた方が良いから、音の木クラブに転属したいところだぜ。しかしアツト創始者はハンデ持ちではなかろうか。そこなんじゃな。それがどう影響を与えておるのかが未知数なのじゃ。そういう事情がスーパーミッションの一つになる要因となってるんや。かなりセンシティブなもんで、いろいろと面倒なことになっとるで。レガールから撤退したいとも言ってたしな。まあそれよりもそれぞれのミッションを特集するんが先決やろう。結構多いから順序よく行くで。やっべー、一足先にミッションの種類を見てみたけど結構あるぜ。結構あるだって。なんか気の遠くなりそうな話ね。下手したら夢二30周年か演奏はおろか、大阪モノレールの延伸とか、何は筋線の開業まで可能革命が続いてそうな気がする。バルナスアースで実態が分かったらさっさと終わらせてるようなもんも多いんやけどな。バルナスアースでもどうにもならんやつが多いで。まあそういうことで、どういう種類のミッションが揃ってるか早速見てみるで。今の段階だけでこれくらいの数のミッションが揃ってるで。多いと思うか少ないと思うかは車両やバトラー次第やで。うわ、こんなにもあるのか。かなりと日が暮れそうな予感だ。なんてことなのじゃ。こんなにもミッションがあるようでは、情勢の変化によっては達成できないミッションも出てきそうな気がするんじゃんかな。いろいろと困惑してるやろうけど、今後新たに出てくるはずやからもっとヤバそうやで。とりあえず各ミッションを取り上げてみるで。まずはユニバースカッツ、地球の収録やとピータードラグーンが大きく関わってくるミッションやな。このミッションではサンタシップにて新たに登場するユニバース陣営限定のユニバースカップにてクラウディのリーチを実施するわけで、リーチにしくじったらその回のサンタシップでグラタンをゲットできるバトラーが該当なしになってまうで。とりわけユニバースカップのバトラーはグラタンを簡単に入れそうで、思った以上にシビアなもんやで。もう一つ音の木とのルミナスハーモニーもあるで。これはイメージ30周年か演奏を見越
してるぜ。ユニバースカップでクラウディを呼び込むのか。ジャガークラウディが最初からおった時が気になるのう。その場合はこれまで通りのファンタシックになるぜ。なお、ユニバースカップの参戦者は確定でハンドベルを握れるぜ。そこからグラちゃんに置き換わるかどうかが見どころやろう。まあ、スターとは音の木とのルミナスハーモニーを成立させられたら、毎年クリスマスの闘魂なんで、グラちゃんをゲットできるやろう。グナさんをゲットできるんは、なんかにっくりなけやーなせんしなー。次に、下流火体マドラス。このミッションは、宇宙戦争から後の時系列で、時が進み、ベダールを散々荒らしまくったサターン投稿を本気で撃退するミッションやで、また、投稿撃退した後もミッションは続き、今度はカナリアになった下流火を元の姿に戻すで、スーパースターズアドベンチャーでカナリアになった原因が投稿でも、残党や反乱分子が大暴れする危険性がありますからね。そこが問題やな。もっとも、そのようなトラーがおるんかが怪しいわな。次にカノンがダイヤモンドダスト、赤だまりなど地球の収録も多く関わってくるわけで、このミッションは月鉄界隈に一番大きな影響を与えるで、まずはこの夏に叡王の兄のマッションを完遂するところからやな。それから月鉄界隈の既存のメンツのリネワルとシュガーミンとノーマルアットカラーズ陣営の置き換えを進めることになるで、次に地球の収録でもやってるネウズエクスプレ、今回はミッションとしてワルワイブを潰してもらおうか。他にも日光の謎についても取り上げとくか。ぴょーん、発令。あいつって結局のところ何者なんだ。全くよくわからなかったがな。日光ねえ、一時はユニバースのメンツやらどうやらって言ってたんだけど、いろいろとゆやむやになってるよ。なんか日光が余計不細工なデザインになってたみたいで、2022年の日光エアーはそいつが原因やって、まあこっちでは新日光って呼んでるけど、そいつが本当の日光な気がするで、元は鍵っ子からっとるし、そういう意味で鍵っ子を置き換えてテクロイモ先に集約させるんらええ判断やもんな。次にスターリットゴンドラ。ここでいうゴンドラはイタリアで見かける船の方やな。アマリリスの雫の収録の目的である熊平城の秩序を維持することと忍び星の帰還、これらがそのままミッションになるわけで、加えて影島山のミステリーもやな。中でもどういう真実なんかは大体わかってるんやけどな。後の世代にもこういうことがあったって伝える必要があるんや。これまで通りアマリリスの雫の収録をやるつうことなんやろ。けど、エモンのあるの抹消が先決やしな。アマリリスの雫でやってることは合わせるようなもんやらへんから、じっくりと攻略していくんばえやろう。ちなみに影島さんのミステリーをバルナスアースで通してみたところ、かなり哀愁的な世界観が映し出されてたで。何それ、めっちゃ恐ろしいんだけど。バッドエンディングの匂いが漂ったりしないよね。次の SNS、ソーシャルネットワークスクランブルやけど、こいつのためにミッションを作った中でも過言やあらへんで、中のも赤田組は日本エリアにおいては政府もマスメディアに忖度してると断定してることから、そうやったらネットを駆使しまくって、マスメディアを日本エリアから排除するスクランブル対策戦を企んでいるわけやで。おっと、赤田組もいよいよメディア戦争に参戦するのじゃな。マスメディアの世界はお茶の目からやと言え、めっちゃ暗い部分で覆われとるで。とりわけそのためのハッシュタグも用意してあるしな。ハッシュタグマスメディアの活用に反対します。乗客の諸君もぜひともこのハッシュタグでマスメディアからおさらばしようぜ。難しそうに思えてやり、工事体はいたってシンプルだぜ。テレビや新聞を永久に使わないってもんさ、インターネット一筋ってな。だがしかし高齢者が増えてこれると思えないのが厄介だ。それでも若い世代で視聴率をゼロに近づけるだけでも効果は適面やで。マスメディアが若い世代をターゲットにプログラムを作るけれど、肝心の若い世代がインターネットに集中しており見向きもしない。そして高齢者たちも若い世代向けのプログラムにチンプンカンプンでテレビを見る意思を失う。今になって顕著になってるこの状況をわざと加速させてマスメディアを破綻させる手作戦か。確かに通信機さえあったなら誰でもできることやから、オールプリエンの枠を超えたプロンティアなミッションに発展する可能性も考えられるわな。そ
そのためにハッシュタグで多くのバトラーに呼びかけるのじゃな。そして最後のベネクレアのアウトロジー、こっちの方が言いやすいからそう言うんやけど、ベネクレア王国の復興、これが一番の狙いやな。 SDGs を駆使して復興を図るわけで、バルナスでは目標達成が絶対やで。これに失敗したらバルナス界隈の未来に多大な影響を及ぼすことになるで。そしてエアリティを中心に父犯人のミステリーにも触れてくで。7つのミッションって聞くだけでもかなり多く感じるぜ。気が遠くなりそうだ。前半で言ったスーパーミッションに加えてドリンタとかサタニズムに関係するミッションまであるから、合わせると10は軽く超えるぜ。宇宙戦争の後にある出来事中を過去の収録で取り上げたことがあったけど、実際はかなり多くあったわけやな。しかもこれの件は太鼓のゲームを通じて音の木が京都の花札屋に上陸した後の話だからね。本当だよな。太鼓での実装すらなかったらとんでもないことになってたぞ。かなりあの件にしてもこんなにミッションがあったらカノン革命ガンプまで続くんかって思うてまうね。10年ほどの長期的な視点で見た方がいいわな。その過程で何かしらの変化も多いしな。個人的にアクト創始者の件が一番難しいって思うてるんや。思考が読みづらいしな。アクト創始者最終的にどういうことを考えてるんやろうか。俺と同じで2次会で隠居するつもりなんやろうか。アクト創始者の運動嫌いは筋金入りレベルだっていうのか。ただでさえハンデ持ちのところに古い仕切り中高段の悪用が重なった結果なわけで、その答えとして音の木のポーズですら敬遠するレベル中極めて深刻なものやったわ。ドリンタとオリオンの垣根ができるくらいやから古い仕切り中高段の問題はかなりと根深いところにあるで。